こんにちは。ブロックがかかってるという話ですけども、まあこれは私は後付けの理由だと思うんですよ。なんかね、自分の人生がうまくいかない時とか、今一つ挑戦する勇気が出ない時に必ず言い出すのが、いや家庭がこういう教育だったからねとかね、学校でこういう目にあったからとか、いわゆるトラウマ論ですよね。これはだから後付けなんですよ。だってね、例えば焼肉食べて美味しいと思った時に、いちいち、じゃあ昔家庭が恵まれなかったから今は焼肉が美味しいって感じてるんですかっていうふうな理屈になるわけですよ。なんか自分に意にそぐわないことが起きた時だけ過去を取り出して、ここに原因があるっていうふうに、まあ言い出すわけなんですよ。つまり全部後付けです。ブロックも別にどこにもないんですよ。ただやる気になってないだけとか、やってもうまくいかないだけとか、それをなんかマインドブロックみたいなね、いい言葉を誰かが編み出したんで、それに乗っかって、いやマインドブロックあるんですよって言ってるだけなんですよね。なんかそのいろんなことを言い訳にしてね、まあちんたら過ごす人はいるわけですけども、まあ時間はすぐ過ぎるわけじゃないですか。でなんかね、商売がうまくいかないとか、商品が売れないとかっていう人に限って、なんかね、まあ、物を売るのが悪いような気がするみたいなことまた言い出すんですけども、いや物を売るのが悪いことだと思うんだったら、物を買ってる人は悪い人なんですかって話になるじゃないですか。悪い人から物を買ったんですかみたいなね。年末になると当たり前のようにこうやってジャパネット高田からカタログ来るんですよ。これ迷惑ですかね。カタログ見るの面白いから、なんかわあカタログ来たって見ちゃいますよね、私なんて。で見ちゃうと大抵買うんですよ。で買うってことはお金を払うわけなんですけども、もうワクワクして商品来るの待つし、うわあ本当いいな、安いなと思って買いますよね。だからこれをね、買わされたとか言う人いるんですよ。ジャパネットからカタログが送られてきて、なんか知らないけど電子レンジ買わされたみたいなね、5万もする電子レンジ買わされたとかってね。 YouTube 見ていったら、なんか LINE に登録させられて、登録した LINE からなんかメッセージが流れてきて、読んでみたらなんか買わされたとか言ってね。なんなんですかねこれは、買わされたっていうのはギャグかなと思うんですけども、だから結局そのお金に対して全然考えられてないんですよ、もう頭でね。でふわ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 していて、責任も持てないし、自分の人生も歩いてないし、でいちいち後付けで過去がこうだったからとかね、学校でこうだったから、教育がこうだったから、いやお金の勉強は日本ではしてませんからとか言ってね、いやまあしてなければ自分ですればいいだけですよね、本当にね。じゃあ学校で家庭で教わってないことができないとしたら、どうやって恋愛をしたんですかって話ですよ。勝手にやったわけでしょ。勝手にあの人はどんなもの食べ物が好きかなとかね、どんなタイプの人が好きかなとかって考えて、いろいろとあの手この手で攻略して振られたりうまくいったりするわけじゃないですか。で全ては全部自習なんですよね、うん、学校ってものもあるけども、じゃあ学校に行くか行かないかも勝手に決めればいいし、じゃあ家庭の環境が良かった悪かったいろいろあるけども、良かったからといって優秀な人が生まれるとは限んないしね。で悪い環境からいいものが生まれる反面教師なんてのむしろ多いわけなんですよ。うちの親はお金にものすごくだらしなかったから、ああはならないぞと思いながら育ってきたからしっかり者になったみたいな例はよくあるんで、結局は環境のせいでもなんでもなくって、自分が何を選んできたかなんですよね。それに尽きると思うんですけども、いかがでしょうか。それでは今日は以上でございます。いってらっしゃい。